にちは、こんばんは、おはようございます。クチンの部屋へようこそ。はー、十二星座別、宇宙元旦以降流れが速くなるので、その流れに乗るためにはどうしたらいいんだべかっていう十二星座別、やっとオーラス乙女座までやってまいりました。ヒュー、どんどんどん、パフパフパフ。なんで乙女座さんが最後かっていうと、去年のイヤーリーディングで乙女座さんの再生回数が一番少なかったからなんだよな。なので多分、風の時代、風の時代から宇宙元旦を閉じて流れが加速するので、その加速する波にどうやったら乗れんだべかっていうのも、多分そんなに再生回数伸びないとは思うんですけれども、なんかね、あの再生回数伸びない星座はリーディングしないとかっていうのもなんか嫌じゃんということで、もしかしたら今度こそは乙女座さん、今度こそは乙女座さんたくさんね再生してくれるかもしれないしって感じで見ていきます。では、宇宙元旦の前までは、乙女座さんどんな感じでしたか？やりたいことが何個かあって、そのやりたいことをやっていたんだと思います、乙女座さんね。これあのアイデアがたくさんあるということなので、やりたいことはたくさんあった、やりたいことはたくさんあった。じゃあその先、今は女性性に目覚めて、乙女座さんは今あの活動期というよりは熟成期に来てるのかな。活動期、熟成期ね。あの人ってずっと行動してばっかりだと疲れちゃうから、熟成する時期とどんどん活動する時期があるんだけど、乙女座さんはなんかちょっとあの今、熟成期に入ってる。でその後を見ていくと、まあそうだよね、コンプリートになってくるので、あんまり動きがないんだけど、今乙女座さんって動きがないんだけど、それでじゃあ動きがなくて、駅伝を家でいうところの三風湖みたいに中腐りしているのかっていうと、いや全然そんなことない。それで安定している。動きがないところで安定している。まあこれはね、完成だからね、この完成の状態を崩してもしょうがないしねっていう感じで、今結構いい感じに流れている。でもただ乙女座さんは土の時代から風の時代になった、風の時代になって宇宙元旦過ぎた、別に特に変わりありませんがっていう感じなんだろうね今ね。で、アバンダンス、キーワードがアバンダンスなので、心の豊かさ、心が楽しいと思うことをどんどん追求していってください。なんかね、冒険してもいい頃って感じだよね。乙女座さんはあの土エレメントで、水星が守護星で、仕事の部屋を守護している星座なので、なんかね、計算高いというか、もうなんか行動する前に収支決算書がもう頭の中で浮かんじゃうんだよね。なので楽しいことしようと思っても、その収支決算書が先にあってできないとかになっちゃうんだけど、もう心が追求する楽しいものをどんどんやってっちゃえばいいさっていう感じで、やっぱ乙女座さんは周りから見てもなんかこれピース平和なんだけど、これ動きがないじゃない。さっきから福地に動きがない、動きがないって言ってるけど、やっぱ動きがない。完成した状態で安定して、もう朝起きてご飯食べて夜寝たっていうのを毎日繰り返してる感じかな。で、これから先を見てても、このウォークになってくるので、なんだろうな、動きがないんだよね。仕事も順調、家庭も順調、でも変化ないですみたいな感じですよね。ああそうか、最終的な結論が出てきました。あの乙女座さんはなんか変化を起こしたい気持ちはあるんだけど、変化を起こしてそれが失敗したらどうしようっていうので、もうこれさ、あの女の子がさ、
あの直感のもとに前に進みたいんだけど、虎という恐怖があの足元に絡みついてやっぱり進めないっていう感じになるんだよね。例えばスピリチュアルの勉強とかで福知流のところのアカシックレコードの講座に来ようかなと思っても、あのいや遠いから行けないとかなっちゃう。でも遠いから行けないって言ってもね、あの北海道から来る人もいれば沖縄から来る人もいるし、海外に住んでる日本の方がわざわざあの帰国して講座を受ける人もいるし、で 遠くから行けないんだったら、あのパスワーキング系の講座、日本の神様タロットパスワーキングとか、あとカラバ天使機構はズームの講座なので遠方でもできるんだよね。うん、そんな感じでなんか理由付けをしちゃって、なんかスピリチュアルの勉強学びをしたいんだけど、私は何々だからって言ってやる。でもね、あの楽しそうだと思うことを中心にやっていってください。うん、楽しそうだ。でもあの動かないで安定してる状態を崩したくなかったらそのままでもいいんですよ。安定してるんだからすごく今。うん、はい。まあ安定してるからさ、そうだよね。あの十二星座の中で一番再生回数が低いってことは一番安定してるってことなんだよ、逆説的に言えば。だってさ、安定してない時って占いとかを見たくなるじゃんね。今何の不自由もなく安定していますって人は占いとか別に運勢とか気になんないじゃん。今ちょっとあの動いてるな、激動してるなとか、ちょっと運勢悪いなって人が占いとか見たがるんだからさっていう感じで、乙女座さんは安定してるから再生回数が伸びないっていうことでいいんだと思うよ。じゃあ駅でも見ていくね。駅で見ていくと、風来駅の日光。風来駅っていうのは、風来駅っていうのは、なんかあの、さっきさ、あの、タロットの中でやったけど、乙女座さんって、あの、六室を支配、本来六室にいるべき星座で、仕事とか、収入とか、あの、生きるためにしなきゃいけないお金の計算とかで、あと水星が、守護星なので、あのなんか行動する前に収支決算を先にしちゃう。だからどっか旅行に行く、飛行機代がいくらで、宿泊代がいくらで、遊ぶ金がいくらでとかって、なんかあの実家帰るのにもお金を計算してりとか、先にお金の計算してあの行動するっていうのがあってね。そのこの風来駅っていうのも自分にとって利益が出るか出ないかっていうのを重視したりするところで、そこで二項を得てるので、乙女座さんは今金銭的にはちょうどいい感じで潤ってる感じで、アバンダンスかアバンダンスじゃないかっていうと、そこそこ潤っています。潤っていますで、生活も安定してます。だから占いに興味ないのかなっていう感じで、この駅の課はこれから先も潤ってますよ。儲かりまっか、ぼちぼちでんなじゃなくて、儲かりまっか、ぼちぼちでんなって感じで儲かってますよっていう感じですね。まあ乙女座さんはそうだよね。基本さ、お金儲けが、十二星座の中でお金儲けが一番うまい星座なので、で特に福知犬の読者って40代50代が多いんですよ。40代で、10代の頃は乙女座だからお金持ちかって言うとそうでもないけど、もう40代50代の乙女座さんなんかは若い頃から積み立ての株式、積み立てNISAじゃないけどさ、ね、株をずっと買ってて、もう資産があるから、その資産の配当だけで生きていけますって人がゴロゴロいるんじゃねえかなっていう感じはしますね。じゃあライトランゲージメッセージいきますよ。これ聞いててよく言葉だからバカディティティティやつバラバラで、まあ乙女座さんは安定してますね。バラカディティ聞いてみてね、金銭的にも安定してるし、愛情面でも安定してます。バラカディティティで、その中ね、あえてメスを入れることはないんですが、バラカディティティでもあえて言うとすると、バラカディテ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 ィ安定してるからこそ安定を崩したくないっていうのもあるし、
安定してるからこそ冒険したくないっていうのがあるんですよね。ビリビリビリ。でも人生は冒険しないとつまんないよっていう感じです。ビリ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 。で、やりたいことあると思うんです、本当はね。お友達さん、冒険したいこととかやりたいこととかあると思うんです。ただ、失敗したらどうしようとか、それをやり始めて今の安定が崩れたらどうしようっていう感じで躊躇してしまうのが乙女座さんだったりするんですけど、ディリビキーってバラバラディリビキーバラバラ聞いてね、もうザブーンと目の前に常夏の海が広がってたらさ、もうザブーンと行っちゃえばいいんだよみたいな感じですよ。バラギリバラバラバラ。で、その先のことはその先に行けばなんとかなるし、もう乙女座さんはこれから先結構安定しているので、多少の冒険しても、人生に、いろいろなイベントが入って、さらに楽しくなるだけだと思うので、いろいろ冒険しちゃっていいと思います。で、そんな感じです。以上です。ポチッとな。最後までご視聴いただけたら、いいねボタンとチャンネル登録、月に変わって、よろしくね。